高島龍と杉江松恋の文庫大研究。研究はい、うん。文庫大研究2024年7月号のその2でございますえ。文庫大研究はオリジナル形式で出る文庫はなかなか書表の機会がないということで始めました、えー。月例の書評番組でございます。担当しますのは私、杉江松恋と高、はいはい、島龍です。 はい、坂島さん、よろしくお願いします。ますえっと、今、あの、私は、あの、芥川直樹が来週発表になるせいで、せいでって言わないんですけど、バタバタしております。もう、いろいろと予想記事とかを書かなければならなくてですね、えぇ、ー、早く終わんねえかなと思ってるんですけど、うん、まあ、地雷グリコがね、あのー、候補になってますからね、うん、あのー、日本水作家協会賞、本屋、本屋大賞は違うのか。 あと今,ま、ね、<か>今はまだですね。今夜まだです。今夜まだですよね。よねあと何だっけ<う>あと山本賞と、あともう一個なんか、あ,あ本格見せ大賞か。忘れて失礼しました。<laughs> それは本格見せ大賞と日本推理作家協会賞をまず同時受賞した後に、山本周防郎賞のあれにもなりまして、 で今回、直木賞というね、山本賞と直木賞両方っていうのは、あの佐藤清山のテスカトリポカなんか取ってるんですけど、まあ、なかなかないことなんで、ぜひ、青崎さんにはね、えー、2冠というか、4冠をこれで取っていただいて、一気にエンタメの最前線の人として認識してもらいたいなと、えー、個人的には思っております。 撮、まあ、ってほしいんですけど、すごく面白いですからね、地雷、うん、グリップはね。これはもうミステリーファンみんなの願いだと思うんですけど、そんなさなかですね、ほかにもやらなきゃいけないことがいっぱいありまして、今日実は僕、小田原行ってくるんですよ。<ー>忙しい、忙しいとか言ってる人間小田原にね、あのー、ホールがありましてね、ちょっと大きい、300人ぐらいのホールがあるんで、そこの貸し,貸し出し申請をしに行かなくちゃいけないんですよ。 あの自治体の申請って、行かなくちゃいけないんですよね。うん、行かなくちゃいけないことがあって、もうネットとか電話でできることもあるんですけど、僕は,は今日、あの、行かなくちゃいけないんですよ。小田原まで。<laughs> その来年のホールを借りる準備のためですね。ちなみにあの、9月にですね、えー、こういう、 松浦白和歌 2days って、まあ、これ、関心ない方には全然響かないと思うんですけど、関西浪曲会の重鎮を東京に呼んで、あの東京の浅草木馬亭で 2, 2日連続公演をするというね、えー、やってまして、僕がこれ主催なんですよね。えー、9月 28, 日9月28日、9月29日なんですけど、えー、これの準備とかもありまして、非常にあの何から手をつけていいのかよく分かんないような。 バタバタした日々をております小田原に行ってきますしあさっては今日これ10日なんですけどあさっては多分、えー、千葉県の船橋にも行ってきますというバタバタの日々の中、えー、文庫もちゃんと読んでまして、えー、これどっちにするか今回迷ったんですけど、あのー、こ,れこれも出たんですよね本格王2024年本格王 これ本格見せて作家クラブ編のアンソロジーですごい出来がいいアンソロジーで、えー、さっき言った青崎優吾さんはあのー、あれのあ、ま、マーダー・ファルスのシリーズの人魚裁判っていうねすごくいい法廷ミステリーが入ってたりとかあとランプ賞を受賞した荒木明菜さんの答え合わせっていうねこれもすごいあの何者って紹介するとすぐ 分かっちゃうんで、えー、何物のミステリーか言わないんですけどちょっと変わった思考のミステリーが入っててあとこの間、あのー、難問の多い料理店が、えー、と本で出た、えー、結城慎一郎さんのその中の一編から「悪霊退散手,手羽元サムゲタン風スープ事件」とかですねが入ってるんですね。あのー、というわけでこれはまあ紹介してもいいんだけどあと北山武邦さんも入ってます。 北山武邦さんの夢の旧作ミステリーが入ってるんですけど、夢の旧作に関係性ミステリーが入ってるんですけど、ここに入ってるやつね、大体、仙台さんとやってる短いのが好きで言究してるんですよね。だから、ちょっと僕の仕事量としてはあ、あまりにもちょっと言究したものをやりすぎることになっちゃうんで、この本を紹介したいのは山々なんですけど、ちょっと僕はサボってるように見られるのもちょっと嫌なので、これではなくて、 違うものを紹介します。アンエンド、うんえー、推定死刑囚捜査班、木崎千明さんで宝島社ですね。うん、えっと、これ、アンエンドの作者、木崎千明さんで僕、あんまりなじみがない人なんですけど、えーと、第20回電撃小説大賞にて、えー、博多豚骨ラーメンズで、えーうん、デビューで、2014年にデビュー。もう10年以上、えー、キャリアがあって、同作は、 2018年にテレビアニメ化をしているとで。その他にマネートラップシリーズとか、えー、ドープ麻薬創取締部特捜派か、ユリの花には時計がある。あと、えー、漫画チェンジアップ、キルタイムコミュニケーションズのチェンジアップのですね、えー、原作も手がける。まあ、盛んにあの非常に、えー、精力的にですね活動されている方の、これ宝島社の初登場作なんじゃないかな。 多分そうだと思うますだ,だったと思うんですけど、えー、これはね、警察小説ですね。で、えー、っと、この、ア易エンド確定死刑囚捜査班って何かっていうことなんですけど、えー、っと、ここに書いてあります。あの、確定死刑囚捜査班っていうのは、すでに死刑が決まっていて、執行を待つばかりになっている、えー、まあ、服刑囚がいるときに、えー、その死刑判決を下した えー、重大事件というのに、えー、捜査に間違いがなかったというかということを、えー、確認するためにですね、えー、設けられた警視庁の中の捜査班なんですね。で、これは、あのーまあ、作中ではですね、あのーえー、広岡事件というふうに言われてるんですけどこの広岡事件というのが、えー、昭和55年、1980年ですけど、今45年近く前に、 えーまあえー、起きた、まあ、重大事件でご、強盗犯が口封じのために一家を惨殺したというもので、これは逮捕された男がいたんですけど、この逮捕されたやつが死刑執行された後でで、すね、えー、真犯人が名乗り出たとで、このことが明るみに出まして、えー、非常にですね、 あの、世間から、警視庁、警察に対して、批判の声が上がるわけですね。で、その批判の声が上がったもんだから、えー、いや、大丈夫ですよ。警察はやってますよ。ちゃんと調べてますっていう、まあ、アリバイ作りみたいなためにですね、アリバイ作りとして、えー、捜査班を新設したというのが、えー、流れなんですね。で えー、そこに、その、集められたのが、えー、警備部 SAT で、先輩隊員3名を病院送りにした狂犬横田、ネット副業がバレたサイバー犯罪対策課の西、えー、暴力団幹部との恋仲が噂される、丸、え、棒、ー、の柏木というですね、この3名が集められて、要するに、 え非常に問題がある連中ばっかりを集められて、えー、ベテラン刑事のオズ、オズなんだっけしたな、オズはですね、まあ、しぶしぶとやらなくちゃいけねいんだろうけど、って言いながら、このオズイサムという老刑事、ベテラン刑事が、えー、事件を捜査していくという話です。うん、え頭のこの金子明と死刑格闘衆、確定衆っていうのが、えー、世田谷区ストーカー事件の捜査に当たる人物で、えー 当たるんですけどこの、ま、毎回の,です、ね、その事件がちょっとその何て言うのかな、えー、過去の実在した事件のことをちょっと下敷きというか、まあ、下敷きとは言わないけど引くそれを例に引いて考えるとあどういうものなのかなみたいなことが、えー、分かるような形で書かれていて、まあ、読者にその辺の,その類推は任されるような,な書き方をしています。でえー、この、まあ 1> 第1話の、これ3話入ってるんですけど、第3話のがその全体をのに言及するまとめになるような事件なので、それがどんな趣向かはちょっと言わないんですけど、えー、第1話の最後でそれがあ、あ、そういうことをやろうとしてるのっていうのが、 最後に分かるんですよだからそ,それは言えないんですけど、なんでこの設定を使っているのか、えー、あとな,なんでその、このオズという人物が、あの、捜査に対してそういうメンタリティのを思っているのかとかいうことが、えー、読んでいくとだんだん分かるような形になっています。であとまあ こういうあの新設されたかにはみ出し部隊がやってくるっていうのは、警察小説のあるまあ定番になっているんで、その趣向自体は珍しくないんですけど、ここに出てくるですねこの、えー、西っていうのがですね、えーまあ、結構、あのこれも、ものすごくその物議を醸しそうなことをしていてあの、この世田谷の一家惨殺事件のことをですね、 えー、こんなこと言うんですね、えー。この間作ったやつを改良して、ステレス系のホラーゲーにしてみたんですよ、えー。実際に作った事件、実際に起きた事件の、えー、舞台をですね、えーゲーム、ゲームとして作り込みをしまして、えー、それを、ね、体験型のゲームにしたというですね。それがまあ、まあ、事件解決に役立つっちゃ役立つんですけど、 これはまずいだろうというですね。明らかにどう考えても警察官でやることじゃないっていうのがあって、これは結構面白い設定で、あの、ま、毎回そういうことが起きるわけじゃないんですけど、うん、あの、キャラクターがね、その、丸棒デカと、その、なんだ、あの、電脳オタと、あと、あの、暴,暴力が止まらなくなっちゃう男というのが、割とキャラクターがちゃんと使われていて、なかなか面白いなと思いました。 今月結構こういう警察のチームものをいっぱい読んだんですけど、まあ、その中でもね、このキャラクターが立っていてよかったなというのと、えー、その実際のその冤罪事件、今ね、その冤罪事件に関しての、えー、最新であの、最高裁とかでも、あの あ,あげるのあげないのでもめてるものが1個ありますけれども、ああいうものをね、やっぱりあのいつ常にその警察官の誤謬のはありえないのか、司法の誤謬について、えー、目をつぶってていいのかということをやっぱ思わされるところではあるので、そういったものについてあの考えを向けさせてくれる小説でもあったなと思います。えー、と最後はね、あのあ、なるほど、そういうふうな終わり方をするんだってちょっと僕の予想とは違う感じの終わり方をしたんですけど、えー、なかなかすっきりとこの この厚さにまとまっていてですね、3、まあ、部構成なんですけど、えー、一つのまとまった流れの長編として読むこともできるので、えーまあ、あのすっきりと、えー、1個の小説の中で何かのテーマについて考えて、えー、面白いキャラクターたちの活躍を見てみたいなという人には、えー、おすすめできるんじゃないかなと思います。えー、とアンエンエド確定死刑囚捜査班木崎千明さんでで、えー、文庫ですね、えー、に第,2第2巻も出たら ぜひ読みたいと思います。というわけで、2冊目でございました。はい、はい、じゃあ、えー、坂いさんす 2>, 2冊目、こちらです。はい、はいえー。神がかり、不自然言語処理、殺人事件っていう、えっ、ー、と、何人賞だっけ ?AI ノベリスト文学賞、小学館賞受賞作っていうので、本になった。小学館文庫ですか小学館文庫です。僕それ言うんだけど、知らなかったです。いや、うん、なんかちょっと。 AI で書いたとか、なんかいろいろちょっと気になったんで、とりあえず読んでみたんですけど、まず、AI ノブリストっていう、その、なんだろう、例えば、2、3行文章を書くと、その続きを書いてくれるっていう、その AI がそのネットにあって、うん、その AI を使って小説を書いた文学賞っていうことで、えっ、ー、と、まあ、た えとこれはあくまで小学館賞であって、他にもなんか大賞とかと審査員賞とかいろいろ受賞とかあるんですが、うん、その中の小学館賞だけかな、多分今のところ本になったのは。それはあの、えー、AI を使って書くということが条件になっている賞なんですかそうですね。そのシステムを使うっていうことが、えー、使った作品であることが応募の条件。だえー、ただ、で、えっと、そう。で、まず設定が目を引くというか、 えっと、神様が犯人を当てて、人間がそれを証明するっていう感じの設定で、うん、どうもなんか聞いたことがあるような話なので、うん、えっと、AI でなんかね、その、えー、データ、その AI のデータに入ってて、 パクリみたいな感じなんじゃないかとか、とかそういう、ね、<laughs> いわゆる疑惑があるい出てきしまうような設定なのはちょっとどうかと思うんですが、うん、ただ読んでみたら全然そんなことなくて、設定は近いんですけど、あくまで操作とか、うんうん、の方に主体が置かれてるし、うん、そこまで気にする部分じゃないなっていうのは読んでみての、まず、うん、安心してくださいということなんですけど、ああどどどで えーとまずその、日本に 7, 人の7柱の神様がいる。はいはいはい。はいうん、神様って言ってもその、いわゆるもともと日本にいる八百万とは違う、うん、ちょっと特殊な実態を持った七柱がいて、うん、そのうちの一人の、んだっけ、えー、白塚さなぎっていうこの表紙の人物は、神様,ん、うん、神様で,で、ハードディスクドライブを食べると、 そのビッグデータを取り込むっていうなんだそれ<で>すごいす、ね、もう神様。チョコレートみたいに食べるんですよ、<laughs> ハードディスクドライブを。はい、チョコレートみたいに。<laughs> バリバリと食べるんですけど、うんうんで。食べるとそのデータが中に入って、はいはい。であの、犯人の明らかになってない事件、基本的には連続殺人を、えっ、ー、と、なんだ連続だと思われてない殺人事件をつなげて、 これは同一さの犯行だって見つけるっていう能力を持った神様。今思い出してますけど、それ僕、ドラえもんの暗記パンを想像したんですね。あんな感じあ、ね、まあ暗記という、まあでも、その暗記の量がと,とてつもない。ものすごい量を食べちゃうんですね、うん、ディスクだから。うん、なるほどで。しかもそのディスクも、そのデータ自体もちゃんと。 なんだろう、専門の人が処理して、はい、読みやすくしたデータじゃないと美味しくないみたいな。そんなことあなるほど。あ,あとで、なんだ、整理されてないの食べて、まあ、たまには、なんだろう、野生味あふれるデータもいいかみたいなこと言いながら食べたりするんですけど、そういうふうに食べると、その、バラバラになった事件をつなげて、その犯人の名前を喋る。べる犯人の名前を喋って、多少その、殺害の状況も、 じゃない死因とかか。死因とか、そういうことは教えてくる。うん、<laughs> どういうふうな、えー、狂気とか、そういうのも教えてくれるんですけど、ただ、あくまで教えてくれるのはそれだ、生の死因とかだけで、<ー>でうん,うん、うん、で、なんだ、証拠とかを集めてくれるわけじゃないので、この人も全体の推理を教えてくれるわけじゃないわけですね。でだから警察とし ではだから、犯人の名前だけ分かって、犯人にあなた、犯人ですねって言っても証拠もないのでああ。そうです、さっきの冤罪じゃないですけど、かりね、困りますよね。そうそうそう。 足で調査をして、しっかり証拠を集めて、うん、あなたが犯人ですねと言わなきゃいけないっていうのがその調べる刑事が主人公なんですね。その神様担当の<ー>調査する,刑事な,るなるほど、なるほど。で、さらに言うと、神様はこの、えっ、ー、と、食べるハードディスクは、えー、とあくまでおやつみたいなもので、はい、主食はあの人間の。 犯罪者の脳を食べる、脳とうあえう、ーえー、と脳に入った情報を食べるっていうのはあくまで試食で、はい、これ自体もちょっと漫画に似たようなものがあるんですが、ありますよねただそれはさておいても、えー、でそのために、もうだから事件が解決できない、解決してその犯人の脳を 吸い取るみたいな感じなんですけど、うん、もし事件が解決できなかった時にその非常食として、うん、えとある犯罪を犯した女の子がずっとその組織にかくまわれ育てられてて、うん、それが、えー、とだんだんと意味を持ってくるんですけどその女の子の存在とかもしっかり、うん、えっとさっき言ったあれですけど輪をかけてメンフェアなので、えー、大変な。 うんと主人公の刑事に懐いて主人公の刑事じゃないと暴れ出したりする結構すごい、うん、キャラなんですがまあそういう非常食としての女の子がいたりして <laughs>、うん、でその中でまあだから主人公はその神様のから犯人の名前を聞いて、えー、その連続みいくつまあ最初の事件は3つの事件が1つの同一犯であることを証明するために、はい、普通にも 関係者のところに行って話を聞いて証拠を集めてつながりを調べていくっていう話でそこはもう普通に足で調べる掲示物として普通に面白く描けていたので,、うん、でその中にそのたまにヒントを求めてその神様に会いに行ったり、うん、あとは組織の中で、えー、先輩とか,なんか同僚といろいろ、うん 手を借りたりしながら、うんえー、調べていくという感じで、うん、普通の文、うん、かなり面白く読めたので、<ー>ね、でその、<laughs> だんだん、で、えっ、ー、と,と、話は1、えー、話と、そのさっき言った3つの実験をつなげる、バラバラの実験をつなげる1、うん、一話と、<ー>えっと、間にちょっと、紙はかりって言って、<laughs> えっと、神奈月っていうか、いつでも、なんだろう、10月は神奈月で、あの、なんだ、うん、どこだっけ、あそこに行きたいですか、<あ>日本中の神奈けど、もね、行あそこに行きいだけど、えーその、その時に、その七柱の方でミーティングみたいなことをするんですよ。七柱の担当者同士とミーティングがあるんですんその時にその、えー、と主人公がい のところにいるその、えー、白塚さなぎっていうのの代、えー、歴というかどういう神様なのかみたいなちょっと話が出てきたりして、うん、で第後半の半分ではその、うん、そこら辺は隠しておいた方がいいんですがまあその人自身に関係、えー、その神様か神様自身に関係のある事件が起きて、うん、さらにはその 組織の中のある人物が、えー、犯人だって、えーとなんですか、犯人だっていうふうに言われるので、それについて組織をちょっと敵に回しながらも、うんえー、調べていくっていうところがやっぱ、うんまあ、刑事の定番ものっぽいところと、うん、その神様を使った犯人だけ教えてくれるっていうところがうまく合わさっていってるので。 うん、すごい。ああま、だ全然不安に思う必要はなかったんだと思う,う感じの読書でした。そ、はいうん、れは AI で書かれたっていうのは何が書かれてるんですか多分文章ですね、基本。2、3だから何をか入れると、その文章を読んで続きにふさわしそうな、続きの場面にふさわしいようなものを出力してくれた。僕もちょっとやってみたんですけど、うんうん、やってくれたので、うん、あくまで設定とかも、 ちょっとは出てきますけど、でも全然自分の思ったような続きが出てこなくて。まあそうですよね。まあそう、うん、うん、まあそこが面白いところなんでしょうけど、だから多分、なんだろう。展開という、あと、キャラの会話の続きとかの方が多分なんだろう。ストーリー展開を出力させるより面白くなるんじゃないかな。うん、そっちの方を使っているような感じはしますね。原稿を使わなくていいわけですね。 うん、全部じゃなくて、はい、その一部で構わない。全体の何パーセントを使わなくちゃいけないとか、そういうのもないんですかそういうのも、うん、横にはなかったので、たぶとにかく一部使えと。それで,でも審査の時に、どのぐらい使ったとか、やっぱり見るんですかね、それは。うん、そこまでは、はい。うん、その辺の基準がよくわからない、ね。どこまで。うんうん 新しいの実際 AI についてはいろいろ議論があるの最中ではありますが、うん、でしかもあれですよねあのデータを入れると犯人を出力するっていうところが AI の使われ方と何だろうのモチーフとしてんだ使われてるっていうのがうん、うん、そこがやっぱり評価すべきところでしょうし。うん うん、オリジナリティのある部分だろうと思いますね。はい、そうですねなかなか面白いものがしれっと出てたんですね。それ、本当、その章しか出て、その作品しか出てないんですか、そのコンテストそうですね。たぶ第1回なのは確かで、うん、で他のもなんか、うん、審査員象とかはありましたけど、うん あそのショー、大賞みたいなものは出てなくて、小学館賞だけ出てるって感じなんですかね。そうですね。ああ、でもそうだ。最優秀作品賞を取ったのはもう SF でデビューしてる人なんですよね。あなんて言うですかえっと、タカ、タカシマおぉ<ー>。えー、確か早川かどっかから出してる方だったはずですね。うん、あ ま、SF マガジンとかね。そうあの、言 SF だ。そう言 SF の最終候補で本になって、あと星新一章も入選とか。あ、違う、そうか。で、その最終候補のあと受賞もしてるんだ、草原。っていう方ですね。なるほど、なるほど。 もう10冊くらい本出てるみたいで、そっちの方の方が、うんまあ、もしかすると、章の趣旨には強い方でう、ねうんうん、そうですね、多分。これはそっちではなく、小学館賞です、はい。なるほど。えーいや、全然知ら,知らなかった、その、そういうことするだろうなと思ったけど、試み自体はあるだろうと思ってましたけど、実際にやっても、受賞者が出てるとは知らなかったんで、うん、ちょっと僕もそれ読まなくちゃいけないですねど。どの程度のものなのかを。 よくわからないよ。読んでみないとよくわからないですね。そうですね,ね。いやいやいやし、知らなかったな。え、それって同じ、うん、人なんですか、そもそも、その人は。<laughs> <laughs> そうですね。やめ、いや。 京都府、京都市生まれ、同志社大卒ってあるので、ああじゃあ作者に人格はあるんですね。その AI のシステムが書いてるわけじゃない。うん、そうですう。いろいろちょっと、<laughs> 実際読んでみないと何とも言えないようなものだ。わかりました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 僕読んでいます。それはちょっとね。で、その人が2作目書いたら、またちょっと全然物体も変わったりするのかな。うん、そ,そ,それも どういうふうにするとそ,、ね、その AI 筆法みたいなものが働けるのかちょっと分かんないんで、まあ、とりあえず、うん、あの最初の試みだからちょっと見守っていくしかないような感じじゃないですかね分からない。なるほど。ではではそ,そういうちょっと謎多いというか僕も読んでみないと何とも言えないような <laughs>、えー、作品でございましたね。 えー、ではそういうことでその2でございました。うん